はい、どうもらいです。今回ですね、こちらの延々チケットガチャの方を引いて、新楽坂部配布キャラの新楽坂部を、当てれるのかというのを検証していこうかなと思います。まあ、今回ね、一応780枚ゲットして、約150連、156連かなぐらいできますので、まあ一応、その新楽坂部をとつらせるためにゲットしていこうかなと思います。一応、ストーリーの最後で1個とログインボーナスで、1つもらえますので、まあ一応あと1体ゲットすれば最大1つまでできますので、1体当てられるかというのを検証していこうかなと思います。まあ、自分の予想では100連で1体出ればいいかなぐらいで思っておりますので、ぜひ、やっていこうかなと思います。で、今後その新羅の強さの方も今後見ていこうかなと思っておりますので、そちらの方もご視聴お願いします。まあ、一応その、ヒーローへの第一歩新羅草壁は 0.5% ですね。まあ、だいぶ低いですね。まあ5等分の花嫁のコラボの時の上杉くんぐらい多分低いかな。で、まあコラボチケットが 7% で、他のかけらが 4%、 まああとはまあそうですね、まあここら辺の常設の魔法はいらないかな、持ってないのでまあ持ってないのでいらないかな。うん、まあガチでね、当てさせてくれるならまあ欲しいですけど、まあちょっと当ててくんないんでいらないでしょ。まあということでね、引いていきましょう。何連で出るかっていうのを見ていきましょう。もしかしたら10連出たらもうその時点で検証終わりなので、どんどん引いていきましょう。まず10連目です。頼むぞ。さあ10連目で出るか。まあまあ悪くないかな。うん、いやーまあ悪くない。まあどうなんでしょうね。どうなんでしょうねって。本当に一言。検証終了です。マジか20年目で出たぞえ、こんな簡単に出る？まあそうあっさり出たな。いや、もうちょっとこう100連目とかさ、そのギリギリで出るってのを予想してたんですけど、まさかの20連目で出るとは思いもよなかったですね。まあ一応、そのこのヒーローへの第一歩の新羅草壁の装備魔法の方を、強化するために、まあできるだけゲットしておきたいので、まあ引いていきますか。とりあえず全部引いちゃいますか。いや、まさか20連目で出ると思うね。飛ばしていきますね。お、新羅1個、いいよいいよ。で、いい、やつが出た時はそれを言っていくって感じです。さあどうだ。お、またいいマジか。え、20連で1体ずつ出てるぞ。なんだこの確率。0.5% ですよ。これをさ、普段のガチャの運で使ってくれって感じなんですけどね。まあコラボチケットガチャが1枚。まあまあ悪くないですね。で、まあ一応セカンドオーディションの強化素材とかも出てるので、まあこれも今後、使っていけるので、まあそれもどんどん出していきたいなと思っております。悪くないよ、全然。今のところね。あ、コラボチケットもいいね。でもジュエルが1万っていうのがちょっとケチくさいですよね。せめて10万ぐらい、くれたらいいんですけどね。さあ。おうほうほう。あ、いいね、ベニマルのかけら。まあそうですね。最近何でしたっけ、ジュエルガチャみたいな。ジュエルガチャ、ジュエルをいっぱいゲットできるチケットガチャみたいなのあったじゃないですか。まあそれを引いてね、一応、あ、コラボチケットガチャね。引いてですね、まあこれぐらい集まったんですよね。なんぼだ、1億ぐらい、当てることができたという、まあ、結構良かったんじゃないかなと思っております。自分の一回シークレットみたいな一番、量を獲得できるやつもゲットできたので、まあ、それで結構ジュエルをゲットできたので、またジュエルガチャの方も引いていこうかなとは思っております。はいはいはい。まあ、アスカはね、新羅草壁強化するために必要なので、アスカも結構出てくれていいかなと思っております。あ、コラボチケット。いいね、コラボチケット。
いいよいいよ。まあもう神羅の魔法を最大まで上げてますので、まあ神羅の魔法とかもいらないかなとは思っておりますね。あ、なんとラスト10連ですね。さあラスト10連何が出るかな。出てくれてもいいんだよキャラ、来い。はい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 、あと6連も回しちゃいますか。ワンチャン出るかこの6連で。さあ、あーはい、コラボチケット1枚ということで、まあ一応、156連回したところ、20連目でまさかの20連目で神羅草壁を当てることができました。で40連目でまた1体ゲットできて、一応156連で2体ゲットできることができたので、まあそうですね、100連で1体出るぐらいの確率かなとは思っておりますので、まあ、皆さんも、時間がありましたらぜひともチケットを集めて、神羅草壁1体確保しておいてください。まあ、2凸すれば結構使える、配布キャラにはなると思いますので、まあ、期間も短いのでぜひとも、ゲットしてみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。